決勝戦は斉藤と小川の対戦。組み手はともに左です。上背で勝る小川が起きた。小内に来ました。高座斉藤小内、左手のよく考えてます。はい、もう一度今の小内をご覧ください。背負い投げという人に見せかけての小内なんですね。はい、よく体を預けて。それでは勝ちました斉藤選手に石橋アナウンサーから聞いてもらいましょう。斉藤さん、おめでとうございます。決勝戦の小内狩り、なかなかタイミングよく決まったんじゃないですか。ご視聴ありがとうございました。